皆さんこんばんは。この YouTuber というネットオーシャンに興味本位で無謀にも今更参入しようと試みてます、日体半のスータマです。それでは前置きに入りたいと思います。実はこの動画は本若スータマブログという、以前私が運営していた FC2 のブログのネタを元にして編集しています。当時は日本語のレベルを維持するために始めた個人ブログでしたが、後々公開することにしました。実は私、中国語で喋る方が楽なんですよ。生まれてこの方19年ずっと台湾ですし。でもその19年間のうち6年間は台北日本人小学校という小学校でガチガチの日本人小学校生活を送ってきたので、日本人マインドは多少残ってると思います。日直、下駄箱、赤白帽、軽泥、大縄、一輪車、運動会の組体操、掃除時間の雑巾掛け、そして TJS 卒業後は一転して台湾の現地校のディープな中高生活を送ってきました。そして去年はなんとか台湾の大学に受かり、今は花の大学生活を謳歌しております。台湾と日本の学校を両方とも体験しているので、その違いを2013年からコツコツとブログに記録していたんです。そこで私思ったのです。こんなに有益な情報を発信しているのに誰も見てくれない、なぜなのでしょう。以前のブログのレイアウトは地味だったので、見る気が失せてしまっているのではないかと思い、ノートというプラットフォームに7月から8月の間 FC2 ブログの全てのブログの記事をお引越しさせました。でもそれでも見る人が少ないので、動画という形式で情報発信をしてみることにしました。では前置きが長くなってしまいましたが、本題に入ろうと思います。私は小学校の卒業証書を2つ所持しています。それはなぜか、では説明していきたいと思います。私の通っていた台北日本人学校では、春、夏、秋、冬休みがあり、春休みが1ヶ月ほどあったので、その間は毎年台湾の現地小学校に通っていたんです。台湾の学校の入学時期はアメリカと同じ9月で、日本は4月なので、ある年の9月から翌年の3月の間に生まれた方は TJS を卒業した後、台湾の学校に入学するまでに時間が空くことになります。私がまさにそのパターンだったので、 TJS を3月に卒業した後、台湾の小学校にもう一度6年生として通っていました。毎年の春休みの1ヶ月間と3月から6月までという短い間で、無事台湾の小学校卒業証書をゲットすることができました。こんなことができるのは、実は台湾の緩さに関係しているのではないかと思っています。校長先生が意外に優しかったんですよ。ここで少し裏技をお伝えしたいと思います。台湾で中学受験をする際に、小学校卒業証書の原本を提出する必要があり、この場合だと普通は1校しか受講することができないのですが、卒業証書を2つ所持していることにより、もう1校受験することが可能になります。結局私は1校しか受験しなかったのですけど、そして台湾の中学校に通い始めた当初、ショックだった事件がいくつかあります。では簡単に3つ紹介したいと思います。まず1つ目、土足。台湾の学校の教室は汚かったですね、日本に比べると。今を見返すと、 TJS は休みに入ると、私のおばあちゃんが上靴をきれいに洗ってくれていたんです。感謝しています。2つ目は、手を挙げるときがグー。当初知らなくて授業中パーで上げまくっていたんですけど、変な目で見られていました。3つ目は授業中ノートは取らない。 TJS の頃はもうほとんど全ての授業によってノートを取っていて、先生も定期的にノートを回収してコメントや添削をしてくれたりしていたんですけど、いかにノートの見栄えを良くするかという道に特化してしまい、ノート取りに莫大な時間をかけてしまっていたんです。いわゆるノート映えです。しかし台湾の学校ではプロジェクタースクリーンで授業することが多く、ノートは一切取らないんですよ。いや、取ることもあるんですけど、ほとんどは教科書に直接書き込んでいます。台湾は無駄がないですね。そして最後に4つ目、授業中に水を飲んでもいい。私が TJS に通っていた頃は飲みませんでしたけど、今はどうだかわかりません。先生、生徒ともに授業中水ガブガブ飲んでいます。これ台湾のいいところなんですけど、ウォータークーラー的な機械が学校のあちこちで見つけることができるんです。ウォータークーラーというか、こんなやつです。水が無料で大量に飲めるんですよ。最高じゃないですか。まあ無料なので一室の工程は問われますが、私のおぼつかない記憶をたどると、 TJS にいた頃は麦茶の入った重たい水筒をリュックに入れて登校していた記憶があります。台湾なら麦茶パックを持って行って学校で冷たい水を入れるだけで済みます。他にもいろいろ違いがあるので、全て紹介すると時間が長くなってしまうので、今回はここら辺で失礼します。以上、初めて YouTuber デビューしたスータマでございました。見てくれてありがとうございます。ではまた今度会いましょう。バイバーイ。